この動画では海外旅行に行った時に 3G 回線と 4G 回線のどちらがいいのかということをちょっと妹の Wi-Fi さんを例にお話していきたいと思います。でですね、過去に、海外旅行でのスマートフォンの利用については日本の動画をアップロードしました。まあ、下についてはタイ旅行に関してなんですけども、もう上のこちらの動画が、安く抑えるという点ではもうこれが答えなんですよ。はい、この動画投稿時点での答えでですね、その前回、前々回の動画の URL と、そしてまあ今回お話しする国の SIM カードの Amazon リンクをこの動画解説欄に掲載しておきます。興味のある方はご覧ください。で、今回は 3G 回線と 4G 回線どちらがいいか、まあ日本国内でもね、3G とか 4G とか LTE とかいろいろありますけども、まあ海外旅行という、はい、面でお話していきます。で、まあまあ今回ちょっとイボンドの Wi-Fi さんでお話しするんですけども、タイの場合ですね、はい、3G と 4G だと1日あたりの金額はこれぐらい違います。まあ倍とは言わないけども、そこそこの差があります。でですね、まあ1泊2日で行かれるっていう方少ないと思うんですよ。なので今回すべて、7日間使った場合で考えると、はい、まあ4000円ほどの差が出てきます。で、次、ハワイですね。ハワイもまあ1週間ぐらいで行かれる方多いかなと思うんですけども、こちらも、980円と、1580円という差がついています。ということは1週間にするとですね、5000円、4000円ぐらいですか、はい、差がついてくる。で、オーストラリアもこちらと同じ金額なんですよ。はい、なので、3G と 4G よくわからないけど、なんか 4G にしておいた方がいいのかなとかね、やっぱ高い方がちょっと安心なのかなと思われる方多いかもしれないんですけども、まあ、海外でどのようなデータ通信をするのか、データ通信パケットを使ったまあ通信なんですけども、はい、おそらくね、このような用途の方が多いかと思います。友達と LINE で、今どこどこにいるよとか、今買い物終わったよとか、今、エステ終わったんでホテルに帰るよとか、そういった連絡を取ると。あとですね、Facebook に今ハワイに来ていますって投稿したりとか、あるいはまあ自分は投稿しないけど、ちょっとした時間の時に見る。あるいは Facebook のメッセンジャーでやり取りする。ね。あと、Google で検索して美味しいお店探し、現地の人が書いたブログなんかでお店を探す。あと、Google マップで、そのお店までの行き方を知る。はい。まあ、これぐらいの使い方なら本当に 3G で十分だと私は思います。私なら 3G にします。はい。ただですね、早い遅いとかの感じ方っていうね、人それぞれなので、ね、もしも 3G を選んでしまって、ああ、やっぱり 4G にしておけばよかったになるかもしれません。そういった心配になる方は 4G を選んだ方がいいかと思います。でですね、例えばですね、海外で、ね、外出先で YouTube 動画をもうガンガン見ると。例えばハワイで X のシングス並んでる時にガンガン動画を見たい。そういう時って結構データ量、スピードいるんで、まあ 4G の方がいいのかなと。あともう一つですね、まあ妹の Wi-Fi でお話しましたけども、Wi-Fi ルーターっていうのはパソコンもつなげられるんで、パソコンに接続してバリバリ仕事しますよと。なので速度は必要なんですっていう方は 4G の方がいいと思います。上のように、まあ、ゆるーく、まあ、あった方がいいかなと、やっぱ海外でスマートフォン使いたいなぐらいの方なら 3G で十分だと私は思いますという動画でした。で、まあ、その、Wi-Fi、そして、SIM フリーの SIM カード、そして、日本国内の携帯電話会社の海外で使えるサービスなど比較したね、先ほどこれが答えですって言った動画があるんで、よければそちらもご覧ください。ということで、この動画は終わりたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。